入りますか。入ります。あなたと愛犬のハッピー探しを応援します。犬のコンシェルジュ横浜市都筑区の犬の幼稚園アロハドギー、子犬の保育園、ドッグイベント、保護ワンコ幸せ応援団、ゴーゴーワンズ。ペットは大切な家族の一員。安心安全を第一に考えたオールナチュラルフード、ナチュラルハーベスト。この番組は以上の提供でお送りしています。クリスタルズーランドでは番組を応援してくださるスポンサー、コンシェルジュ、サポートメンバーを募集しています。詳細お問い合わせはクリスタルのフェイスブック、ズーランドのホームページをご覧ください。皆様の応援があって輝くことができるクリスタルです。はい、アロハ塾行きます。マンスリーアロハ塾、愛犬との暮らしをもっともっと楽しくする方法たくさんあります。お伝えするのはドッグライフコンシェルジュアロハドギーのことぶきちゃん。こんにちは。こんにちは。今月のテーマは、はい、人慣れ犬慣れパーティー。イエーイ。はい、はい、実は今年に入ってパピーパーティーを人慣れ犬慣れパーティーというふうに名前を変えました。はい、これが銀ちゃんママの提案なんですけどね。あ、そう。はい。V さんにしてる。で、子犬にとってもね、社会化っていうのはもう本当に大切なものなんですけれども、そのためにパピーパーティーに来て社会性を学んでいるんですけれども、1歳じゃ過ぎた子はどうしたらいいのかっていうと、やっぱり場所がないんですよね。パピーパーティーって言ってるとパピーじゃないから参加しにくい、そういった声をたくさん拾ってきまして、だったら名前を変えてパピーでも1歳過ぎた子でも社会化をしにね、来てもらったらいいじゃないということで、今年から始めさせていただきました。まあ、大盛況で、もう毎回毎回コロナさんはもう定員に達してしまったので、一応もう締め切りですというメールはね、させていただいたんですけれども、すごい大盛況ですね。パックも行きたかったんだけどね。ね、素晴らしいね。で、そこ担当してるのが、銀ちゃんママなので、ちょっと今日はお話にもね、入ってもらおうかなというふうに思います。はい、はい、よろしくどうぞ。よろしくどうぞ。はい。銀ちゃんママ何を担当してるの？銀ちゃんママは司会進行です。司会進行やるんだ。そうなんだ。飼い主さんたちとワンちゃんたち集めてどんなことをやるの？もう一番はどうやってこの時間を楽しく過ごすかっていうところで、楽しいまま終わっちゃうんですけど。でもそれが一番だよね。また来たいって。あ、そうなんですよ。実は、ね、まあ、子犬ちゃんのパピーパーティーで最初3ヶ月とか4ヶ月の子犬ちゃんが、来てくれてて、で、あっという間になんかもう1歳とか2歳になっちゃったんですよね。そうだね。でも続けていくことが大切なので、今度はそれの1歳になったり2歳になったワンちゃんたちをお姉ちゃんお兄ちゃんになってもらって、で、子犬ワンちゃんが来た時に教えてもらうっていう形がいいかなって思ったんです。犬を犬が教えるってね、理想的だよね。さっきことぶきちゃんが言ってたけど、本当意外とないんだよね、1歳過ぎてから行けるところ。もし幼稚園っていう場所があるんだけれども、幼稚園に入れるまででもないし、ちょっとね、やっぱりリードを離してノーリードの場所でワンちゃんと危害を加えない、ね、安全なワンちゃんと接してあげたい、でもドッグランに行ってしまうと追いかけられるから、連れていくことができない。じゃあどういった場所でワンちゃん同士合わせたらいいのかなっていうお悩みを抱えている方って実はすごく多くって、であと初めての人に慣れる練習っていうのも、いきなりお散歩でこの子におやつあげてくださいっていうことも言い出しにくい。私とかミッチーナとかは平気だと思うんですけど、性格があるよね。じゃあそういう場をね、作ってあげることの方が逆にストレスなくね、参加できるのであれば、やっぱりパピーの頃と違って1歳過ぎるとスピードはゆっくりなんだけれども、やらないよりかはやった方が絶対にいいわけなんですよ。絶対そう、絶対いい。銀ちゃんだって
今2年間かけてやっと知らない人にこの間初めて撫でられて大丈夫だったの。そう、初めて会った人に、それも男の人に。1歳ぐらいから初めてでしょ、うん、で1歳ぐらいパピーパーティーに、ね、一緒にね参加してる、うん、で2年かかったけど、うん、やっぱりできたなと思った時私もすごい嬉しかったし、でここでやめちゃうとねまた銀ちゃんのことだから、うん、また怖い怖い病になってしまうので、うん、ちょっと皆さんに協力してもらって、うん、で楽しくやってるんですけど、でも楽しくやることが自信につながって、うん、自信がどん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 増えていくとストレスの軽減にもつながっていくので、うん、私たちは自信を楽しくつけさせてあげる場でありたいなというふうに思っています。素晴らしい。パーティーの時の銀ちゃんはすごいよ、うん、自信満々でだって時々タッグいじめてるもんね、うん、そうそうやってね、うん、いや素晴らしいですね、なんかそういう場所がたくさん増えるといいね、うん、そうですね、はい、うん、もう気軽にね、うんうん、遊びに来て、で1回で何か成果出るっていうものじゃなくて、うん、やっぱり今までの先輩系のワンちゃんたちみたいに気が付いてみたらもう2年ぐらい通ってましたとか、うんうんそうね、それにはやっぱり通い続けてもらわないといけないから楽しく、うんうね、ぜひ続けてくださいね、はい、でも満員なんだよね。そう満員なんです。次は4月の第2日曜日、うん、そかそか予定でいます。あそかそか、里親コミュニティの前でやろうかなと。あ、オッケーオッケー、はい、楽しみだね、はい、またブログ、フェイスブックで告知もしてまいりたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。来月は何話そうか。来月がちょっと新しく始めたキッチンクラスのお話をねちょっとしてみようかなと思ってるんですけどこれ超楽しいから。そうなんです、ね、楽しく知識を身につけられるということで楽しみ、ね、楽しかったですよね、その話をちょっとしてみようと思ってます、はい、楽しみにしております、はい、ありがとうございます、はい、アロマジックのコーナーでした。